エクスクリアカーメイトのグラス内側のクリーナー EX レビューしましょう。 KT's レビューショー。キャップを外して付属の専用クロス、これですね、付属の専用クロスに適量を吹きつける。液が乾かないうちにグラスの内側に押し当て、塗り伸ばしながら吹き上げる。液が足りなくなったらサイドスプレーしてください。使った後はですね、はい、キャップを閉めて立ってた状態で保管する。このままじゃない、このままです。使ってみましょう。はい、まずは専用の、タオルですね。これを収集してグラスを行きましょう。だいぶクリアだね。うん、右はグラスクリーナー使いましたね。はい、じゃあ今回はあの左の方にこれですね、ウェットシートを、まあ、グラス拭きのやつを使いましょう。これとこれを比べましょう。はい、これを拭くとどうなるでしょう。わかるかな、ビデオで。結構残ってますね。結構残ってます。このグラスクリーナーを使うと白い部分は残らない。そしてあの長い間にあのアンティフォギングプロテクションもできます。ナイス。これはあの、まあ、なかなか使いやすいですね。あの普通の安いやつよりあのその白い部分は全然残らないですよね。全然残らない。なかなかいいと思います。10点だったら 7.5 と言いましょう。おすすめします。レコメンデーション。 Thank you。